はい、こんばんは。今日はね、1月の6日ですね。島豆腐ね、食べてみたいと思います。若干ね、木綿豆腐より硬いようなね、感じですね。じゃあいただきます。うん。そうですね、若干パサッとした感じもするんですが美味しいです。今日もね、当然のごとく、泡盛12度で、はい、乾杯します。じゃあでは、乾杯です。いただきます。スペアで読みせる。じゃあゆっくりご飯食べます。ここも通勤車だね。そうやね、両方から入る。いや、灼熱地獄だこれ。だから夏の沖縄は来ないんですよ。夏の沖縄は遊びじゃないと来れないですよ。やけどしてしまうから。やけどしちゃうよ、もう。いや、これぐらいの気候の方がいいですよ、仕事は。今ね、5時なんですけど、これ夏っすよね。全然日が沈まないっていうかね、すごいです。もう東京の方はまだ暗い、もうだいぶ暗いのかなと思うぐらいの時間ですよね。もう5時なんでね、どうなんでしょう。T シャツとね、作業用のジャンパー1枚でもう十分汗かきました。まあ、作業の方はないんですけどね、現場の方ぐるぐる回ってたらね、もう汗だくです。今ね、ちょうど涼しいかなっていう、半袖でちょうどいいかなっていうぐらいですよね。いやー、東京帰るのが怖いです。はい、国際通りにね、やってまいりました。もうそろそろ来週の日曜日ぐらい成人式で、多分ここら辺がてんやわんやになるんですかね。こう、何年ぶりでしょう、6年ぶりぐらいなのかな、ここも。ほほう、なるほど。では、ではね、島らっきょう、海ぶどう、ね、やっつけたいと思います。これが何だったっけ。海ぶどうサラダ。海ぶどうサラダ、ほう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 。まあでは、僕海ぶどう大好きなんで、はい、いただきます。オリオンサザンとか言って発泡酒らしいですね、これ。いや、これもね、また飲んじゃったけど、いただきます。うまいです。はい、では海ぶどうサラダいきます。大きくて取れないな。はい、海ぶどうサラダ。うん、あ、うまいですね。うん、贅沢しております。
ラフテー来ちゃいました。すごいです。すごいですね。こう豪華です、豪華です。はい、じゃあね、ラフテーいただきます。定番ですね、沖縄料理の。はい、どうぞ。ガブッといっちゃいます、うん、うまいです。贅沢です。もずく天ぷらがね、やってまいりました。これどうやって食べるんだろう。あ、塩ですね、塩。これ塩。はい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 、食べたことのないもんも出てきますですね、春さん。そうですね、はい。刺し盛りです。何が入っ、なんか南国っぽくていいですよね、これはね。これで、はい。これはね、イラブチャーですね。こう青ダイ、青い青ブダイ、青ブダイですね。これこれが青ブダイで、これ何だったって言ってたっけ。イカっすね。イカじゃない、イカじゃない。これこれイカ、イカ、イカですよね。どうぞかな。あ、どこどこ。どこか待ち合わせ。沖縄でね、ザンパのね、黒をね、頼んでしまいました。ね、いただきます。あー、効きますね、これ。やっぱ青森はね、独特のね、こう焼酎じゃない味がねして美味しいです。天ぷらのね、盛り合わせですね。これなんて書いてあるの。ゴーヤとかね、ゴーヤとか、島かぼちゃ。ああ、なるほど。紅芋。はははは、すごいですね。こう人参、人参か、アボカドとか。ほうほう、島かぼちゃなんて。ああ、すごいですね。ね、次はね、こうウリズン。何なんでしょうね、ウリズンっていうのはね。こうゴーヤ、やっぱりゴーヤっすか。こうね、まあゴーヤ、これもつけておきます。これもちょっと食べてみたいと思います。あ、うん、何これ。ゴーヤっすね。まあウリズン、はい、ゴーヤっす。次はね、ソーキそば屋に入ります。ドラえもん。ソーキそばをね、食べに来ました。これは青森につけた唐辛子みたいですね。島唐辛子。ソーキそばです。ね、唐辛子をね、入れて食べたいと思います。途中でね、この酢、青森につけた唐辛子をね、入れたいと思いますよ。じゃあね、ソーキそばね、唐辛子かけたんでね、いただきます。
まあ、東京で言うとね、品そばっぽいっすね。いただきます。あ、うん、うまいっすね、やっぱり。ご当地グルメでございます。この焼酎につけた、島唐辛子入れます。待つよ、なんともない。2時間待とうか、3時間待とうかね。その間娘とどんな話すぐ寝てるしやね。ですね、これ、普通のもうこれ以上入れないようにねします。いや、もう完食ですね。美味しかったです。これにてね、ですね、ご視聴の方ありがとうございました。